んにちは、フルティストの立花正和です。今日はフルート Q&A コーナーです。メルマガや YouTube に寄せられたフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。それでは今日の質問です。先生おはようございます。悪戦苦闘しております。先ほどまで楽譜見ていました。友人の結婚式で新郎新婦の思い出の曲のジュジュさんの奇跡を望むならを私のフルートと共通の友人のピアノ伴奏で演奏して会場を盛り上げることになりました。4分の4拍子から4分の2拍子に変わってまたすぐに4分の4拍子に戻るとこがリズム取れなくて悩んでいます。メトロノームを使って楽譜を目で追いながら演奏してますがなかなかリズムに乗れないです。楽譜を見る限りはとっても綺麗なメロディーラインなので丁寧に一音一音大切に演奏したいです。曲の中で急にリズムが変わるのは私にとっては初めてのことなのでとっても難しいです。本当に綺麗なメロディーなので先生のお手本の演奏もお聞きして練習したいです。よろしくお願いします、という質問です。それでは質問に答えていきたいと思います。結婚式の余興ということでね、余興でフルートを吹いてあげるっていうのは本当に新郎新婦さんもきっと喜んでくれるんじゃないかと思うんですけれども、まずこのジュジュさんの奇跡を望むならのこの変拍子の部分ですね、それはここだと思うんですけれども、4分の4から4分の2拍子になってさらに4分の4になっているわけですね。曲の中でこう拍子が変わるっていうのは慣れてないとなかなか取りづらいところはあると思うんですけれども、コツさえ分かれば必ず取れるようになるので、ぜひ頑張って練習してみましょう。でですね、以前の Q&A でもこういった歌の曲をフルートで演奏するときにはまずこの歌手の方が実際に歌っているのを何度も聞いて、そして自分でも実際にその歌詞で歌えるようになることがとても大切です。まずですね、このジュジュさんが実際に歌っている音源と一緒に自分も歌ってみてリズムに慣れてみましょう。もしかしたらですね、それができるようになった時にフルートでやってみたら案外パッとできちゃったりすることもあります。で、もしまだそれでもできなかったらこうやって練習してみてください。メトロノームでですね、この速さは何だ？このくらいかな。4分の4拍子も4分の2拍子も四分音符一拍の長さは変わりません。で、こうやって考えてみてください。4分の4拍子の小節と4分の2拍子の小節を組み合わせて1,2,3,4,5,6まで数えます。で、おそらくなんですがこの変拍子の中でこの6拍目の入るタイミング、これさえきちんと入ればちゃんと後に続けられると思います。じゃあこの6拍目にタイミングよく入ってくるにはどうしたらいいか。5拍目にブレスを取ってください。頭の中で、4拍目のソの音をしっかり伸ばして5拍目が鳴ったと同時にブレスを取れば自然と次の6拍目は入ってこれると思います。ちょっと実際にやってみますけれど、カウントしますが1,2,3。このように入るタイミングが分かんないときはこの入るタイミングだけを考えているとなかなか難しいです。この5拍目にブレスを取るという練習をぜひやってみてください。難しければですね、ここの小節はもちろんこのタイがついていますからこのタイを一度取ってみてから練習するのもいいと思います。こうしてみるとですね、4分の2の最初の四分音符はもう省略しちゃってそのタイミングでブレスを取るということですね。もし慣れてきたら5拍目の頭までしっかり伸ばしてその裏拍でブレスを取って6拍目に入るということもできます。いずれにせよですね、ここの場所はどのタイミングでブレスを取るかということをしっかり決めるときっと
スムーズに演奏できるようになるんじゃないかなと思います。ぜひ頑張って練習してみてください。以上、参考になったでしょうか。この動画ではまだまだ皆様からのフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。 YouTube のコメント欄やメルマガの Q&A コーナーにどんどんお寄せください。お待ちしております。ではまたお会いしましょう。それでは。毎週金曜日に発行しているメルマガでは最新の YouTube 動画を先行公開しています。さらにメルマガ会員だけが視聴できる特典映像も掲載していて、普段はなかなか見ることのないコンサートの裏側やリハーサルの様子などがご覧いただけます。その他にもフルートに関する疑問・質問にお答えする Q&A コーナー、皆様のフルートライフに役に立つアイテムやアプリの紹介、僕の音楽活動の様子など毎回盛りだくさんの内容でお送りしています。早速登録したい方や詳細を知りたいという方はこちらのボタンか、スマートフォンやタブレットの方は下の動画説明欄のリンクをクリックして僕のブログのページから登録サイトへアクセスしてみてください。たくさんの登録お待ちしております。